はい、どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、こちらの G ジャンをですね、今育て中の G ジャンが3着あるんですけれども、こちらをですね、ちょっと今の経年変化どんな具合かっていうのをちょっとね、途中経過なんですけどお見せしようかなと思います。はい、正直もう早くね、洗ってファーストワッシュして皆さんにぜひ色落ちを見てもらいたいんですけど、ただここら辺本当に気に入ってる G ジャンで。もうね、どれが1着欠けても嫌だというか、もうそれぞれに違いがあって、それぞれに良さがありすぎて、中途半端に3ヶ月とか4ヶ月とか半年ぐらいの色落ちで洗いたくないんですよね。なんでもうちょっと粘りたいと、もうちょっとがっつり、完全にこれの基礎を今作ってるところなんで、この基礎を作っちゃったらあとはもう1週間2週間来て洗うっていう感じでいいと思うんですけど、最初のこのファーストウォッシュだけは結構ちゃんと当たりが出てから洗わないとね、もったいないので、そこでね、すごいこう早く紹介したい気持ちをぐっとこらえてやってるんですけども、そこのね途中の具合もなかなかいい感じなのでね、ちょっとそこもお見せできたらなと思っております。というわけで、何を持ってるかというのを説明していこうかなと思います。まず1個目はですね、ウェアハウスさんのちなみに今回全部3着ともウェアハウスさんです。で、1着目はですね、ウェアハウスさんの、これ定番でやっているファーストモデルの G ジャンですね。これは本当いわゆるすごくスタンダードなファーストモデルのものですね。こんな感じですね。で、ディテールでいうと、ここが袖のつなぎがなくなって、ここなくなって、こうすごくシンプルなモデルって感じですね。で、これは一番着てないです。はい、最初のに3ヶ月ぐらい多分がっつり着て、そこから、一旦ちょっと保留にしてます。これ最後にもう全部終わってから、ゆっくり着ようかなと思っていて、ドア玉のそのガシガシやるとこだけはやったんですけど、そこから先はちょっと一旦保留にしています。なので一番経年変化してないです。2番目に着ているやつがこれですね。デッドストックブルーのものですね。はい、デッドストックブルーの対戦モデルですね。これは対戦モデルの G ジャンです。なのでフラップがなくてっていう感じのものですね。はい、これで着用がだいたいちょうど1年半前ぐらいに買っていて、おそらく9ヶ月か10ヶ月ぐらいじゃないかなと思うんですよね。定期的に結構着てはいるし、今仕事中にがっつり着てるのもこれなので、なかなか当たりは出始めているので、結構着てる方だと思います。最後、これが一番着てるやつですね。今一番最初に色落ちさせたいなと思ったやつがこれで、これが、1920年代のモデルですね。ダウンポケットのモデルですね。ちょっとポケットの位置が下についているので、ダウンポケットモデルと言われているやつですね。quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet. これはですね、本当に一番来てますね。このやっぱ何度も言うんですけど、ここの部分、胸のこの部分がこうシワがすごい入っているので、なんていうんですかね、すごいヴィンテージっぽいんですよね。このギャザーというか、なんていうんですか、これプリーツでもない、なんていうんですかね、このシュワシュワになってる部分がすごい当たりが入るので、これがね個人的にはむちゃくちゃツボで、もう早くこれをやらしたいなと思って今一生懸命これ着てます。でもう寝る時も、家帰ってきたらまずこれに着替えて、で基本最近はもう寝る時もずっとこれを着ているので、起きてる時ってあんまりこうなんか力仕事とか作業すると結構ここは色当たり出ると思うんですけど、基本的にあんまりそこないんで、ここばっかりなんですよね。この袖はすごい速いし結構バキッと出るんですけど、この辺りが俺は遅めなんですよ、背中も含めて。なんでちょっとこれを寝る時に着ることによって、まあまんべんなくこうね布団で寝返り打つことで、まあ、当たりが出るから。まあそれでね、ちょっと経年変化を促せるかなっていう感じでね、ちょっと寝る時にも今着てますけれども、はい、っていう感じです。ちょっと着てみます。着替え中。はい、これがダウンポケットモデルですね。はい、こんな感じです。ちょっとだからやっぱ形もゆるっとというか、なんていうんですかね、やっぱちょっと昔っぽい感じですね、形が。さすが1920年代モデルっていう感じのあれですね。基本的に着るときは今襟立てて着てるので、あんまりこうペタッとした癖はついてないんですけど、こんな感じで着てますね。これは、合成インディゴと天然インディゴの、50%50% で、やられてるみたいなので、しかも混ぜてるわけじゃなくて、どっちかでやった後にどっちかでやってるみたいな感じで、確かすごく、こういろいろ考えられて作られてるやつなので、なんかどう色落ちなのがすごい楽しみでもありますし、あと何ていうんですかね、やっぱね古っぽいインディゴのザラ感というか表面してる感じなんですよね。浦原さんのこのクオリティー本当にすごいなと毎回思いますけど、着てると本当に思いますね。こんな感じです。これもファーストウォッシュしたらもう本当にどうなるのかがすごい楽しみな一品ですね。やっぱり手首のあたりが一番出やすい、早くこう当たりがつく感じですね。こんな感じです。これは直営限定で去年の夏ぐらいに確かやってて買ったやつなので、今はもうやられてないので、これと全く同じものは多分本当にネットで探さないと見つからないというか、それも誰かが手放さないともう多分見当たらないんじゃないかなとは思うんですけど、これはでも変えて本当に良かったと思います。はい、多分一生手放さないと思います。2つ目がですね、着替え中。デッドストックブルーのファーストモデルですね、対戦モデルのやつですね。はい、またディテールが違うので、もうこれ本当に全然ここら辺のアメカジ興味ない人とか女子とかが見たら何が違うのと、もう全く一緒やんっていう人絶対いると思うんですけど、まあ好きな人からすると、まあ全然違うんですよね。全然違います。はい、でこれもまた生地が違うんですよね。デッドストックブルーの生地なので、染めのさっき言ったインディゴも、こっちは多分天然じゃなくて完全に合成のインディゴになってますし、もうポケットの位置も全然上だし、もちろんまだ対戦モデルなんでフラップもないし、ボタンも4つになってますし、で着丈も短いですよね。こっちはさっきのやつも長いし、こっちのファーストの後の後期のやつももうちょっと長いんですけど、このモデルは一番着丈が短いので、とはいえ別に全然今着ても全然短すぎるわけでもなく、ちょうどいいぐらいで着れるのですごく好きですね。はい、最近やっぱインすることが多かったり、着丈短いのが好きになってきてるんですけど、その中ですごく着やすいです。はい、これより短いとお短いっていう感じするんですけど、これはすごいちょうどいいくらいの長さで、はい、いいですね。これはデッドストックブルーのこの全く同じモデルを今やってるのかどうかちょっと俺わからないんですけど、デッドストックブルーの G ジャンは常にでも多分出ているので、同じじゃないけどちょっと違う1946モデルとか、なんかちょっと違うやつだったら全然手に入るかなとは思います。はい、というわけでこれもすごく気に入ってます。袖もちょっとこんな感じですね。やっぱり袖もこれもね、あれに次いで結構着ているので、そこそこ色落ちは進んでいる方だと思います。はい、であとこれいつも思うんですけど、ここすごいこう細かくバキバキに入ってるじゃないですか。でもこれファーストウォッシュして見ていくと意外にね、こんなに細かくは残んないんですよね。いつも思うんですけど、なんかね、もうちょっと大きい波で、当たりがつくんで、あれがねちょっと不思議なんですよね。はい、じゃあ最後行ってみたいと思います。着替え中、今現行でも多分全然手に入る、多分新しいバナーデニムのジージャンですね。なのでさっき言ったデッドストックブルーとか1920年代の生地とか染料とかとはまた全然違う、まあ、いわゆる定番でやっているバナーデニムですね。新しいバナーデニムのっていう感じですね。なのでまた形ディテールで、これはフラップもついてますしね、もうこの形とディテールも違う上で、生地とか、染めてる染料も違うので、もうほんと三種三様全く違うデニムにジージャンになるかなっていう、まあ、そこもあってほんとどれも手放せないというか、どれも全部欲しいみたいな感じなんですよね。それぞれに良さがあってっていう。でこのジージャンは本当自分が持ってるヴィンテージのジージャンに一番形が近いというか、すごい似てるので、やっぱファーストがすごい好きな身としては、こういうまあ特殊なねちょっと対戦モデルだったり1920年代モデルだって、まあ一生絶対本物なんか買えないし買うつもりもないんですけど、そのやつは手に入らないんで、まあ、こっちで満足するしかないっていうところでまあ欲しいんですけど、まあこのド定番のね、このいわゆるファーストっていうやつもやっぱり押さえておきたいかなっていう感じなので、これはこれで本当に好きですね。もういわゆるみんなが憧れるファーストっていう感じのスタイルなので、はい、これはこれでいいですね。でさっき言った通りまだ3ヶ月ぐらいしか着てなくて、最近はもう全然よっぽどのことがない限りあっちをメインで着てるので、はい、ちょっと気分的にちょっとこれも着ようとか、あれの上にこれ着ようとか、この上にあれ着ようみたいな感じでこう同時に着るときぐらいは、着るんですけど、それ以外はもう一旦こっちを完了させてからこっちをゆっくり、着ていこうかなと思ってるので、ちょっと後回しにはなってますが、それでもまあ言うて経年変化は始まっているので、まあ、面白いなと思いますね。はい、というわけで、まだ途中経過でまだノンウォッシュというか、まあ、最初の乗り落としだけしかやってない状態なので、まだここから色落ち変わるところなんですけども、ぜひもうちょっとしたらここら辺も洗いますので、できたらね、そうですね、今年の秋冬くらいには最初の1枚目、もしくは2枚目もう一気にちょっといこうかなと思うんで、ちなみにこのダウンポケットモデルは、確か去年の夏に買っているので、もうちょっとで1年なのかな、うん、もうちょっとで着用1年っていう感じになりますかね。はいです。まあでも結構着てます。はい、というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。サブチャンネル、インスタグラムもやっておりますので、そちらもぜひ登録よろしくお願いします。サブチャンネル今800人超えまして、もうちょっとで1000人いきますので、ぜひご登録まだしてない方よろしくお願いいたします。もちろんこちらのメインチャンネルの方もね、登録よろしくお願いします。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。またね。